勝田銀次郎の肖像写真。勝田銀次郎は、日本の政治家、実業家。勝田商会創業者。山下亀三郎、内田信也と並ぶ。三、大船成金の一人。神戸市会議員、衆議院議員、貴族院議員、第八代神戸市長。純戦時体制下の神戸市政を担い、鉄腕市長と呼ばれた。愛媛県出身。 1873年10月、愛媛県松山で、米国省の長男として生まれる。中学校卒業前に父親を亡くしたカツタは19歳の時に、北海道へ移住し一旗をげようとするが、その道中で出会った東京英和学校校長の本田陽洋一に、学問とりわけ外国語を身につけることの大切さを、と彼、同校予備学部に入学した。 1894年に同行を中退した後、大阪と神戸で貿易店に勤務し、1900年に独立して、勝田商会を設立した。1914年の第一次世界大戦勃発を機に同社を、勝田機線に発展させた勝田は、神戸を代表する海運事業主となり、山下亀三郎、内田信也と共に、三、大船成金の一人に数えられた。 しかし終戦後の海運不況により凋落し、1929年に勝田汽船は倒産した。1933年12月21日、2期8年をもって退任した黒瀬博氏の後を受け、第8代神戸市長に就任。名田不塔の埋め立て、道路建設、道路舗装工事など公共事業を積極的に行い、後に第12代神戸市長。 原口忠次郎は自身の都市計画を勝田さんの志を継ぐ範囲を出ていないと評している。1938年7月に阪神大水害が発生した際には神戸新軍と称して不眠不休で人頭指揮をとり復興予算の計上について政府への陳情を行った。1941年12月20日に神戸市長を退任。 退任を表明すると周囲からは異流の声も上がったが、男子の一言、近鉄のごとしと誇示した。その後は、公職追放を受けた上、脳出血に倒れるなど不遇であったが、1951年に公職追放が解除され、神戸市最高顧問に就任した。1952年4月24日死去。同月30日に王子公園体育館で市民葬が取り行われ、 五千人余りが参列した。神戸主源職員の原忠明によると、勝田は気象が激しかった。市会議員を相手に額に青筋を立てて起こったエピソードから青筋市長とも呼ばれた。一方で審議に厚くぎ強心に強いところがあり、勝田起戦時代には戦火が下がったことを受けて取引相手の造船所が受注価格を下げる提案をしたところ、 男が一旦約束したことだと突っぱねたという逸話を残している。風貌はイギリス風の紳士であったという。大正7年、ロシア革命後の内戦から逃れるため、4歳から18歳ぐらいまでの子供たち約800人が難民となり、ウラジオストクでアメリカ赤十字社に保護されていた。さらに戦火が及ぶことを心配したアメリカ赤十字社からの要請により、 日本の貨物船が子供たちの受け入れを決めた。その船が勝田汽船所有の陽明丸であった。陽明丸は貨物船だったため、勝田銀次郎が多額の改造費を寄付して、子供たちが航海できる客船仕様に改造された。陽明丸は大正9年7月、ウラジオストクまで子供たちを迎えに行き、太平洋と大西洋を約3ヶ月かけて航海した後、 フィンランドへ送り届けた。子供たちは、同年10月、無事に故郷のペトログラードへ戻ることができたという。2014年、日本で開かれた、第2回日本、ロシアフォーラムにて、森吉郎元首相等の講演でも、陽明丸は取り上げられ、ロシアの会議長らに伝えられた。青山学院青山キャンパス内の勝田ホール1916年、かつは、 青山学院の高等学部校舎と院長官の建設費を全額負担することを表明した。高等学部校舎は、勝田銀次郎の名にちなんで、勝田官と命名された。レンガ作りの荘厳な建築で、東京市の名物と称されることもあったが、1923年の関東大震災により大破した。青山学院の教職員と全学生は1925年5月14日に、 勝田タ田元別式を行い、取り壊される勝田タへの別れを惜しんだ。一方、委員長官は、関東大震災では、奇跡的に倒壊を免れたが、これも太平洋戦争の空襲によって消失し、現存しない。ありがとうございます。